第日本映画佐賀の撮影所は、かつて存在した、日本の映画スタジオである。第二次世界大戦後に、大映の社長に就任することになる、長田正一が、日活から独立して設立した第一映画社が、1935年1月に、第一映画撮影所として、建設、開所した。その後、新興キネマ京都渦正第二撮影所となり、1942年に、 新興キネマが戦時統制で合併して設立した大日本映画の撮影所となった。北緯35度00分41.69秒、統計135度41分42.82秒、北緯35.0115806度統計135.6952278度。 35.011580635.6952278934年9月、日活京都撮影所の企画部長であった、長田正一が突如同社を退社、第一映画社を設立した。小説家の川口松太郎、映画監督の伊藤大輔、溝口健二、犬塚実、る、女優の山台鈴、原小摩子らが同社に参加。 同社は、佐賀野にある、片岡知恵造プロダクションのステージをレンタルし、伊藤監督による、同社設立第一作、建設の人々を撮影した。同撮影所は、同年9月21日の室戸台風で、壊滅してしまう。知恵プロは撮影所の復旧を行った。翌1935年1月、長田引き入る第一映画社は、知恵プロ撮影所に隣接して、 第一映画撮影所を建設、開所した。同年4月、第一ステージが失火で全焼する。1936年5月28日、溝口健治監督、山田井鈴主演の映画、何はひかを、製作、松竹キネマが配給する。同作を最後に、社長の永田が、新興キネマに引き抜かれ、同社の京都渦政撮影所長に就任し、 第一映画社は解散した。解散後、この撮影所は、松竹キネマ作品のレンタルスタジオとなった。1937年には、長田のいる新興キネマの第二スタジオ、新興キネマ京都渦正第二撮影所となった。1942年1月、戦時統制により、新興キネマは、大都映画、日活の制作部門と合併し、大日本映画を設立した。 同撮影所は、同年、第日本映画佐賀の撮影所となったが、制作本数は少なく、撮影所ばかりが多い同社の中で淘汰され、すぐに閉鎖された。ありがとうございます。